紹介しましょう。まずは破壊力満点のパンチを誇りますセサールソトです。ホームタウンはメキシコシウダファレス、年齢は25歳です。86年プロデビュー後、地元を拠点に活躍。91年イギリスでデューク・マッケンジーの持つ WBO 世界バンタム級タイトルに挑戦しますが判定負けしています。そして92年に米大陸スーパーバンタム級タイトルと、メキシコスーパーバンタム級タイトルを獲得。93年にはメキシコフェザー級タイトルを取りました。そして94年にはルイ・エスピノサに判定勝ちしまして NABO フェザー級タイトルを取り、96年ルイシト・エスピノサの持つ WBC 世界フェザー級タイトルにフィリピンのマニラで挑戦しますが、くしくも判定負けに終わっています。その後9連勝 6KO 勝ちを記録。今日勝って3度目の世界挑戦のチャンスを手に入れたいところです。戦績は60戦51勝7敗2引き分け、51勝のうち39の KO 勝ちがあります。そしてこちらも思い切りのいい強打のファイターです、カルロス・リオス。ホームタウンはアルゼンチンサンタフェ、年齢は27歳です。92年カルロス・ノイバードに8回判定勝ちでプロデビュー。94年世界挑戦の経験を持ちますラファエル・スニガに3回 KO 勝ち。96年にはこちらも世界挑戦の経験がありますカルロス・ウリベに3回 TKO 勝ちしています。そして97年敵地フィリピンのコロメダルでルイシト・エスピノサの持ちます WBC 世界フェザー級タイトルに挑戦しますが6回 TKO 負けに終わっています。ルイシト戦の後4連勝中で再び世界挑戦の機会を伺っています。戦績は46戦43勝1敗1引き分け1無判定、43勝のうち29の KO 勝ちがあります。はい、ルイシトに挑戦した2人が激突します。はい、生き残った方がタイトル再挑戦の機会が、ね、生まれるという試合ですね。はい、さあ早速ご覧いただきたいと思います。はい、この試合は9月12日、メキシコティファナ市営闘牛場で行われました一戦です。どうぞ。バハカリフォルニアメキコバーベルンスタープランクインコーポレーテッド HBO and Cerveza Corona present HBO Boxing After Dark, professional boxing at its finest. This is our special event of the evening, featherweights 10 rounds. Esta es la pelea estelar especial de la noche, peso pluma, 10 asaltos. The judges, los jueces, Alex Rochin, Ray Solis, Enrique Sotelo, referee in charge,フェザー級のノンタイトル10回戦、ご覧のような闘牛場で行われます。ものすごい熱気であります。この後 WBC 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ、モラレス対ジョーンズという、まあ、バトルアットザボーダー国境線の戦いが展開されるわけですが、そのアンダーカードとしてセサールソト対カルロス・リオスの生き残り戦が組まれました。こちらも大事な一戦になります。ルイシトに共に敗れている2人がタイトルへの再挑戦をかけて激突するわけであります。今コールされました。こちらがアルゼンチンのカルロス・リオスです。ブーイングが聞かれます。39 de sus victorias por nocaut. He weighed 125 pounds, pesando 125 libras, ranked number one featherweight contender in the world by the WBC from Ciudad Juárez, Mexico, César La Cobra Soto. メキシカンのセサール・ソトです。国内無敵でしたこのソトですが、フィリピンでルイシトと戦い際どい判定で敗れました。その後は9連勝です。一方のリオスもルイシトに敗れてからは4連勝です。その2人が今回グローブを合わせます。さあ浜さん、どこにポイントを絞りますか。はい、まあ、このセサールソト、世界一のセサールソトは本当にタフで安定した選手ですからね。はい、この選手にリオス、まあ、思いっきりのいいファイターですから、この思いっきりの良さで、ソトのバランスを崩させるようなことがあれば面白いですね。なるほど。さあお客さんが熱気をこの選手2人に浴びせていきます。どういった試合になりますか。今試合が始まりました。フェザー級ノンタイトル10回戦です。セサール・ソト、そしてカルロス・リオス、この両者が今戦い始めています。黒のトランクスがソトです。
そして、薄いブルーのトランクスがリオスです。まあ、小泉さんにとっては両選手とも思い出深い選手ですよね、これね。うん、そうですね、ルイスと選手とやったわけですからね。まあ、相手がコーナーでですね、はい、まあ、観察して試合中もその相手を見た選手ですよね。思い切り振っていきます、リオスです。一方外は狙ってボディーブロー、両腹を叩きつけていきます、カルロス・リオス、アルゼンチン。まあ、両方ともファイターで、そしてパンチありますね。両者ともフィリピンでルイスト選手と戦っています。このカルロス・リオス、アルゼンチンの選手、オット、この選手もルイストとやるまではずっと国内アルゼンチンで試合をしていました。フィリピンで初めて世界挑戦したわけですが、その時敗れています。その後4連勝ソトもルイストに敗れてから9連勝です。先ほど言った通りです。オートバランスを崩します。お客さんがおります。そして天野さん、はい、生き残り、今サバイバル戦、そして勝ち残った方が、世界タイトルの再挑戦のチャンスが生まれるということもありまして、そうですね、これはかなり熱くなりますよね、当然ながら。世界ランカー同士、勝った者が世界挑戦、誰も文句言わないですからね。そうですね、そういった面では気合入りますよ。オート右アッパノンタイトル戦と歌われているわけですが、この再挑戦の決定戦ということも言えるわけです。さすがに外はタフですよ。そうですね、オート、リオスの方が思い切り振って出ていってますけどね、外は下がれないですよね。やっぱり相当タフさありますね。メキシカンのセサール・ソト、クロントランクスです。このソトはルイストに挑戦する前にも91年、もう随分昔になりますが、 WBO のバンタム級チャンピオンデューク・マッケンジーに挑戦したことがあります。その時も敗れました。ですからここの試合で勝ってもう一回、おーと、あうち、左あうち、もう一回タイトル挑戦が叶うならばそれが3度目ということになります。クロントランクス、セサール・ソト、リオスもパンチがあります。これはソト ドローって言ってるんですね。どういうドローっていうのは強くてっていう意味だと思いますね。いけいけっていう意味らしいです。やはりしかしかなり熱いお客さんの熱気を感じます。ソトがランキング1位、そしてリオスがランキング5位です。今度はメヒココールですね。そうですね、メヒコというのは、まあ、もうご存知のようにメキシコの意味です。さあ、メキシカンのセサール・ソト、フロントランクス攻め込んでいきます。大きくアッパーを振り上げていきました。両者とも非常にアグレッシブな戦い方を見せます。コテコング、第1ラウンド終了しました。1ラウンド目最初の1分間はですね、そのリオスの方が非常に積極的に攻めましたけれど、はい、そのラウンド仲間以降ですね、外の方がですね、有効なパンチを繰り出してですね、ペース逆に取り返しましたね。はい、だから実は外の方の10対9にしますね。そうですか、はい、でまあ、カムバック路線なんですけどね、まあ、外はルイストに負けてからですね、9連勝 6KO 記録ですね。 6KO、 はい、ただリオスの方はそのルイスト負けてから4連勝なんですけど、全部判定なんですね。ただ2人ともパンチがあって、外の場合は左フックがベストパンチです。はい、リオスの場合はですね、右の、まあ、フックですかね、叩きつけるような、あの右ストレート、あれがベストパンチですね。ちょっと頭がぶつかりました。セサール・ソト対カルロス・リオス、第2ラウンドに入っています。浜さん、お互いに強いパンチ、はい、打ち込んでいきましたけど、第1ラウンドどう見ました、浜田さんは。予想以上にリオスが、打っていってますね。そうですね、そうなるとおのずと打ち合いになりますね。なるほど、これはですね、10ラウンドありますが、倒れること必死というような感じがありますね。ここまでは、あと両方とのですね、はい、フォームを見ると若干違いが分かると思いますがね。どう違いますか。外の場合は相手を、まあ、頭を前に出してますね。おっと、左から右、はい、外は頭を前に出してますよね。前に出して、はい、まあ、おでこを前に出してると言いますかね。はい、黒のトランクス、そうですね、前に出してますね。リオスの方は顔面が前に出てますね。そうだ、先ほど顔面にぶつかったのがリオスの方でしたからね。うん、そうですね、そうなると打たれ方が違ってくるんじゃないかなというふうに思いますね。それは案にリオスがちょっと危ない体勢だという、そういうことですね。ますか、もう少し前傾になれればいいんですけど、はい、体立たされてますよね。なるほど、ぐいぐい、こう先ほどの闘牛の話ではありませんが、角を使って相手を起こしていくような、 そんな感じになりますね。そういった状態ですね。
この外のバランスを崩させると面白いんですけどね。なるほど、まだそこまで、おお飛び込んできました、左、これはブロックしています。あ、すり足でグイグイ前に出ていくメキシカンのセサール外、また強く打てというコールがこの闘牛場いっぱいに歓声に湧き上がっています。破壊力満点のセサール外、まあ、両方ともパンチはありますね。ノンタイトル戦、このメキシコはティファナボーダーライン国境の街で行われています、この一戦でありますけれども、相手はアルゼンチンからやってまいりましたカルロス・リオス、そしてランキング上位者のセサール・ソトが迎え撃つ格好になっています。とにかくこの試合で勝った方が再びタイトルの挑戦権が得られるという流れになっています。申し遅れましたがレフェリーはファン・ホセ・ラミレスさんです。この試合は3ノックダウンルールは取っています。3ノックダウンルールです。そしてラストラウンドだけがゴングに助けられます。単独の状態になりました。残りわずか第2ラウンド、左を出しました。セットにすれば3度目の世界挑戦をとこの試合にかけています。第2ラウンド終えました。小泉さん、ポイントはやはりですね、有効なクリフィットをよく出してた外のラウンドですね、10対9です。それから3ノックダウンルールについてちょっと補足しますけれど、はい、日本あるいは韓国ですね、ここは3ノックダウンでノックアウトですけれど、そのアメリカではですね、3ノックダウンでですね、3ノックダウンルール適用しててもこれ TKO ですからね、はい、この辺にレコードコレクターの人ですね、まあ、記録を保存する人たちはその注意していただきたいと思いますね。ご覧のように3階席ぐらいまである闘牛場であります。トレオでティファナこう言うんでしょうか、まあ、ティファナの闘牛場であります。市営だということですが、まさに戦いの街、そういった戦う場所で、この両者が相手を落ち着けていくわけですが、第3ラウンド始まっています。25歳のセサール・ソト、一方27歳のカルロス・ギオス。ボクシングにおいてこのメキシコ対アルゼンチンという小泉さん構図はどうなんでしょうか。いや同じですね、その、まあ、南米でですね、はい、まあそのまあ、メキシコの場合は中米ですけどね、セントラルアメリカなんですけれど、そのアルゼンチンとメキシコの戦いというのもありますね。あ、そうですか、はい、ボクシングのスタイルというのは違いますか。違いますね。どう違いますか。まあ、アルゼンチンの方がですね、その非常に防御重視でですね、その防御固めてそれからその攻めてきますね。おっと左相打ち、はい、メキシコのボクシングの方がもっと攻撃的ですね。アマさん、その辺の特徴というのはこの両者に出てますか。はい、この1試合だけに関するとリオスもずいぶん打ちには行こうとしてるんですよ ね、はいはい、ただやっぱり外の馬力があるんで前に出ることができないですね。外の方がよれそれ以上にアグレッシブ攻撃的だということですね。まあそういうことですね。まあ、相対的に見たら従ってリオスの方がちょっと守ってはいないんですけども、そういう感じになってしまいます。打っていってまた弾き返されてる状態ですよね。お互いにボディーブローかなり目いっぱいの力で打ち込んでいきます。リオスも予想以上に出て打ち合い自分から持っていってますね、はい、特にこのラウンドよく手出してますね、おと今左フック当たりましたね。いや、やっぱ振り上げていきます。ソトは相変わらずおでこを前にして頭を前にするような感じで突っ込んできます。 65% のノックアウト率セサール・ソト、そして青のトランクスが 63% のノックアウト率を送ります。リオスです。うーっとロープに詰まりました。ボディブロー3つ、そして顔面に持っていきます。リオスは手は短いんです、リーチは短いんですけど結構脇を絞ってガードは硬いんですね。はいはい、あ、今左フックですね。両者とも同じリーチをしています。168センチです。身長は外のが長いんですけど、見た感じそうなのかなというちょっと体のバランスがありますから見た感じでちょっとわからないものがあります。まあ、外の左フックの方が伸びる感じがして手が長いような感じしますけどね。確かにそうですね。
結構メキシコの選手はフックをロング結構打つんですね。そのせいかもしれませんね。長いフック打ちますよ、あーできなかった。あーっとゴングと同時、あるいは若干前か。左がものの見事ヒットしました。ポイントは外ですね、はい。まあ、リオスもですね、前半そのかなりいいパンチを持っていたんですけどね、まあ、外顎を引いてますよね、そして結構ブロッキングでパンチ殺してますね。そして最後この左フックですね。これもう少し時間あったら分からなかったですね。そうですね。これ世界1位とですね、はい、5位の戦いですよね。そうですね。すごいノンタイトル戦ですね、考えたら。で世界1位の方はですね、あともう数ヶ月待てばルイストへの指名挑戦ができるわけですね。なるほどなるほど、1位ですからね。普通世界1位はですね、そういうその指名試合前にこういう危険な相手と戦わないですよね。確かにリスクがあるわけです。で、まあ、その分その外がですね、最近その試合の間隔が短くてずっと勝ち続けてですね、上昇気流に乗ってる自信もありますね。なるほど。非常に確かに短い間隔で試合を行っています。前の試合からはこの試合は3ヶ月インターバルがあります。セサール外左を出します。闘牛場で行われています。キャパシティが1万4千を数えますが、現在入っているお客さんは1万人強です。1万人を超えた。カウンターになりました。右ものの見事にこのヒットしました。今のは狙い打ちですね。今度は右、いいタイミングです。いや狙い打ちですよ。今のはストーンと腰が落ちました。落ちました。カルロス・リオス、どうでしょう、戦えるか。今腕を上げてみろというジェスチャー、これに応えました。続行です。第4ラウンド、まだ時間はたっぷりです。あれが外の新しい、左ホール、新しい時期ですね。右を放していきます。腰が落ちかけました。今度はこらえた。今度はこらえました。リオス。いや、よく今とどまりましたね。効いてますよ。2枚目のし。カルロス・リオス、セサール外、追い打ちをかけます。まだ1分半近くあります。まだ試合のこのラウンドの仲間であります。セサール外、素晴らしい武器を持っています。ボディブロー。ジェニー。またボディブロー。ここまで来ましても必要にこのボディブロー多発します。連打します。リオスもジャブを使いながら出てきました。あと1分あります。まだ1分あります。コーナーに向かっています。ボディの視線に入ります。抜けていきます。セサール外も使おうがしません。ゆっくりとゆっくりといきます。ブリッジに入りました。ものすごい歓声が湧き上がっています。メキシコティファーナ市営闘牛場、左打ってきました。リオスです。アナさん、ちょっと打ちつかれたんでしょうか。外がちょっと攻撃やりましたね。そうですね、リオスの方に粘られたんで少し止まってますね。いいタイミングで、おーっと頭が当たった。今の頭の当たり方でもリオスの方は損ですよ。ボディグローです。つまり顔面に受けてると、そうですね、顔面と頭とでは頭の方が硬いですよね。そうですね。そしてカットした場合も非常に目の当たりをカットする危険性が高いですね。リオスはまだカットはしていません。お互いに左リードブローが相打ちになりました。右クロス振りかぶっていきました。ここでゴングです。なんとかしのぎましたが、このラウンドダウンがありました。リオス、まあダウンありましたね。10対8で外のラウンドです。はい、いいタイミングでした。あ、話が出ています。一度は完全に腰を落としてしまいました。そして2度目はなんとか途中で、落ちかかった腰を戻しています。リオス、浜田さん、まもなく VTR 出てくると思いますけれども、はい、そのパッチちょっと解説してください。これ狙ってますよ。狙うですね。いや、今なんか綺麗に肩回ってますよね。相手が打つと同時に右の肩回ってますね。これがですね、これ外の新しい武器なんです。前は左フックばっかりだったんですよね、とか右ストレートを打つようになってきましたね。それもミニストレートでたまにカウンターも取れるようになってますね。ははー、右のカウンターが新しい武器。セサール外、その武器で4ラウンド目見事にダウンを奪っています。今のスローでも分かるんですけど、相手が右打ってくるのを最初から予想してますよね。なるほど、はい。それで右打ってこい打ってこいと思ってる時に案の定リオス打ちましたね。まあでもあれだけプレッシャーかけられて
狙われていると打たざるを得ない状態まで追い込まれたんですけどね。なるほどなるほど。ティファの闘牛場ものすごい盛り上がりを見せています。第5ラウンドに入りました。それもそのはずメキシカンのセサールソトがダウンを奪ったからです。この後メインを控えましてこのセミファイナルかなりの盛り上がりを見せています。この後の試合こそ国境線の戦いです。メキシコとアメリカの国境線の戦いが展開されるわけですが、それを前にしてものすごい盛り上がり。ボディブローです。カルロス・リオス、さあダウンを奪ったその後の第5ラウンド、どういう展開、どういうボクシング、どういうパンチを放っていきますか。外あるいはリオス挽回するか。リオスは足を使っています。追いかけます。外浜さん、リオスのダメージの具合というのはどうでしょうね。まだダメージはありますけど、それでもよく踏ん張りましたね。よく持ちこたえましたよ。そうですよね。まあ、あの先ほどのダウンはですね、ルイスとかですね、リオスダウンさせるのと同じパターンですね。あ、そうですか。まあ、右のカウンターですね。というのは右の振り方がですね、ちょっと大きいんですよ。だから相手はまあ比較的合わせやすいせいもあるんですけどね。ただ回復が早いんですよ。あ、今いいパンチ入れましたね、はい、リオスが。リオスですね、はい、青のトランツ、リオスがいい、今いいパンチを入れています。全く同じパンチ今外組みましたよ。おお、なるほど。全く同じパンチというのは、さっきあのダウン取れた取った時のパンチですね。相手のパンチと同じパンチで、うん、そうですね、今の組みましたね。両者ともルイスと、当時は小泉と言いましたが、ルイスとエスピノサと戦っています。セサールソトが96年7月、リオスの方は97年12月、ともにルイスと見破れています。しかし、ソトは判定負け、リオスは6ラウンド TKO 負けを喫しました。ちょっとブーイングでしょうか。第5ラウンド残り20秒を切ります。両選手とも共に敗れながらでありますが、成長を見せています。ボディーブロー、パンチ、それから頭も当たっているようです。このラウンドはリオスがやや押してますね、外からですが、リオスが打ち込んできました。それを待って外が左のフックを返していきます。第5ラウンド終了です。このラウンド、まあ、初めてですけれど、そのリオスのラウンドですね。10対9つけます。はい、初めてリオスが取りました。闘牛場で行われています。浜さん、はい、ここまでの感想ですけれども、闘牛場というのはやっぱりこう熱くなる、そんな感じがあるんですね。その競技をやるところとして作られているわけですからね。戦う競技、それでそういった場所を、例えばまあ闘牛でもやっぱり血が出るような、そういうことを期待してみんな見に来るわけですよね。そういった場所にみんな集まってくるわけですから、やっぱり最初から予想してるでしょう。ましては冒頭に小泉さんのお話があったように、このティファナ、非常にね、ボクシングが好きな、街のような感じがありますからね。そしてメキシコのお客さんというのは打ち合いを好みますからね。確かにその好み通りの展開になってるわけですね。そういうことですね。あ、迎え撃ちました。アッパー狙っていたようですが、リオス当たってはいません。入っていきました。外、まずアッパーから始まっています。リオスです。まあ、外が進歩したのはですね、はい、インサイドから打てるようになってますね。あ、まあ、リストと戦った時より、まあ、ダジャレじゃないんですけどね、外は外のパンチいつも外からだったんですよ。ところがですね、右ストレート打てるようになってますね。インサイド、内からのパンチ。そしてですね、左アッパーのボディもですね、はい、ちょっとそのステップしてシフトサイドして左インサイドから打てるようになってますね。これはスリップか。スリップと判断ですね。今合わせたよりも、あ、濡れてるんですね。実際に合わせたことは合わせたんですけどね。両手の方はやっぱりそれぐらいで、バランス崩すっていうのはまだダメージ残ってます。なるほど、はい、内からのパンチを磨きをかけました。セサール外、おー、右パンタ、浅かったですけど、危なかったですね。今この右のクロスカウンター、非常に成長の度合いを見せています。セサール外、今のももうちょっとという感じで、もうノックアウトのタイミング若干ずれていました。上体を振って相手の猛攻をかわします。セサール外、
小泉さん、セサール・ソトのディフェンス面はどうだったんですか、当時、そして今、現在どうでしょうか。まあ、今もですね、あまりリズムがある方でもないですし、勘も私はあまりいい方じゃないと思うんですよね。はいはい、ただですね、顎しっかり引いてますね。そうですね。そしてですね、ガード自身は高いですよ。うん、だからですね、比較的その肩や頭やですね、グローブでですね、はい、パンチ殺してきますね。あと、ヨーロッパ入りました。非常に顎を引きまして、上目遣いに終始戦います。おバランスを崩しました。はい、いや、左フックがちょっと当たってるんですよ。当たったですか。はい。あおクリンチに行きました。浜さん、リュースどうですか、今の状態は。リュースに関してだと、必死というところですね。かなりパンチをもらっていますけども、崩れやすいようですね。足元が、まあ、やっぱりダメージ残ってるんですね。ただ、やっぱりこれだけ反撃されてるんで、外の方バテてますよ。あ外もバテてる。はい。ワナスカウンター、ワナスカウンター、おー大左、左フック、振り回したバッチ、左が入りました。リオス、その前にカウンターになったのは外の方ですか。そうです、外がカウンターを入れました。リオスも返しています。また近づいていきます。スタイルは変わりますありません。6ラウンドまで来ましたが、戦うスタイル一緒。セサールソロ、今のボクシング、今の流れだったですね。リオスのボクシングはどうやって守ろうかという、外の攻撃をどうやって守ろうかという状態ですよね。攻撃は最大の防御なりで今やってますね。攻撃することで相手の攻撃をストップしようという状態でいますね今。グイグイとまた右、おーとまた足を滑らせました。自分水使ったんですね。これ自分のコーナーじゃないですか。そうですね、自業自得であります。第6ラウンド終了です。しかしあのタイミングは危ないですよね、あれで滑ったらね。まあ、ダメージがあるんで相当水使ったんでしょう。結構足がついていきません。リオス、よく手がしかし出ていきます。この攻撃で外の攻撃をストップしようという考えですよね。左フックがやっぱり当たってるんですよね。そうですね、はい、6ラウンド目はですね、やはり外のですね、左フックの効果を取りまして10対9としますね、はい、ただリオスもよく手数出しますし勇敢ですね。そうですね、非常にパンチもそのありますね。激しい打ち合いになってますね。第7ラウンドに入りました。今浜田さん、はい、青コーナーよく吹いてましたね。まあそうですね、当然ね、まあ、どっちかというとコーナーに詰められるのが外、リオスですからね。当然あの辺は危ないわけですね。また来る可能性十分あるわけです。自分のところの水で自分の選手が窮地に落ちてはこれはシャレになりません。ざわつきが感じられます。メキシコティアナ市営闘牛場、さあそろそろ来るかというそんな期待感からのざわつきでしょうか。フェザー級のこれはノンタイトルの10回戦です。ノンタイトルでありますがランキング1位の選手とランキング5位の選手が激突しています。まあ、やっぱりどっちかというと勝った方が世界挑戦という試合にふさわしいように頑張ってますね。そうですね、特に外はランキング1位でありながらこの危険な挑戦者を迎え入れているわけです。まあ、でも海外の選手はそうやって生き残ったのが挑戦している分強いですね。たくましいですよね、はい、おーっとまた自業自得2度目です。いや、あるいは3度目かもしれません。これは誰も文句は言えません。第7ラウンドです。だからレフリーはですね、セコンドに指示してあそこキャンバスに、おー、左カウンターになります。吹かせないといけないですね。さあクリンチが入りました。またリオスカウンターをもらってしまいました。さあ改めてレフリーが1回中に入りました。コーナーもよく見ましたら、ちょっと水分が随分ついているようです。キャンバス、もう一度リングの中央に持ってきます。相変わらず頭を前に出しての戦いっぷり。セサール・ソト、そして顔を上げての戦いっぷり。カルロス・リオス、頭と顔がかなりこの試合立っています。高いガード一旦引きました。また出てきます。ソト、外も疲れました。リオスも疲れています。ここまではダウンを奪っています。外が若干ポイントではリードしていましたでしょう。クリンチに行きます。
リオスのクリンチの回数が増えてきました。まあ、リオスのクリンチからすると足が思うように動いてないんですね、はいはい、それで視野についてるっていうクリンチですね。あ、足がついてこなくなりました。カルロス・リオス、アルゼンチン状態を振っています。そしてリクルト、オート左のパスから始まります。一発返しました。外、リオスはやはり左フック強いですね、はい、リオスや外ですね。外が、はいはい、7ラウンド目終了です。やはりポイントは外ですね。10対9ですね。まあ、相手にその与えたですね、そのダメージ、これは上ですね、はい、有効なクリーンヒットは上だと思います。この試合会場はメキシコです。国境の街ではありますが、若干メキシコの領内に入ったところ、ティファナという場所で行われています。この HBO、まあ、ケーブルテレビ局なんですが、この HBO が初めてメキシコに乗り込んで中継を行っています。それだけこの後に控えています。タイトルマッチというのがそれに値する試合だということもありますが、この試合も白熱しています。それに負けない具合の白熱具合を見せています。またかなり強いプレッシャーをかけています。チャンピオン、いや失礼、セサール・ソト、左の足をまっすぐ前に出しまして、終始すり足ずっとまっすぐ追いかけます。セサール・ソトです。まあ、両方ともファイターって言いましたけど、ソトはもう純然たるファイタータイプですね、とかリオスは、まあ、ボクサーファイターですね。ボクシングすることもできますね、はい、ただですね、そのリーチが短いんでボクシングした時にあんまりうまくはないんですよね。ぐっと一回腰を落としまして、それから伸び上がるようにして前にアッパーを持っていきます。カルロス・ディオス、いずれも入ってはいません。またいきます。バランスを崩します。ディオス、プレッシャーをかけてはいますけれども、そんなにほどパンチは出していません。セサール・ソト、91年に初めての世界挑戦、そして96年、まあ、およそ5年後に2度目の世界挑戦、いずれも敗れているセサール・ソト。このままいけば間もなくまた3度目が回ってくるであろうにというランキング1位なんですが、この強豪を迎えています。ノンタイトル戦、足が若干遅れ加減でついていきます。カルロス・リオス、8ラウンド目。浜田さん、リオスは、いや失礼、セサール・ソトの方はそれほどこのラウンドパンチ出してないのではないですか。両者に言えるかもしれませんが、特にソトの場合はバランスを打とうとはしていますけど、その出花出花をリオスは必ず打ち返してますよね、それは一つの攻撃というかディフェンスパターンですね。あ、これでディフェンスになってますから、まあ、セサル・ソトの欠点というとやはりスタミナがその、まあ、ないとは言いませんけどね、後半スタミナが落ちることですね。ところが前半の3回4回までは強いんですよね。そうですね、激しかったですが、また足を滑らしています。カルロス・リオス、今突っ込んでいこうというところ滑らしています。ちょっとこの辺失速しているようなセサール・ソト、あるいはあと2ラウンドにかけているんでしょうか。左がおっと、左合わせようとしたんですが合いません。セサール・ソト第8ラウンドを終えています。よく入っています。闘牛場です。ポイント的にはどう見たらいいんでしょうか。 まあ、このラウンドはですね、リオスやってもいいと思うんですけどね。ただですね、リオスのパンチもそれほどはそのクリートしてないんですよ、はい、それでその外はですね、手数少ないんですけどパンチのその的中率は上なんですね、まあ、また先ほど、まあ、リオスがって言っていましたけど、このラウンドも私10対9、外ですね。浜さん、ポイント的にはこちらのリオスがですね、はい、当然リードされているんですけども、はい、リオスサイドから見たらどうあと2ラウンド戦ったらいいですか。
今あのやっぱりダウン取られている分ダウンは取られてないです。おーっと左に振ってきた。この強烈な左、得意の左から入っていきました。左フックです。大きく振っていきました。さあ新しい兵器、右のストレートはいつ飛び出してくるか、あるいは左で締めるのか。セサール外、このラウンド勝負かもしれません。思い切って追っていきます。さあ頭を下げて、あ右アッパー、右アッパー、フレンチです。左を使います。完全に狙っています。外がですね、あの右のアッパーから左フックのパターンをもっと対応してくるとですね、もっと怖いですね。今はですね、その接近戦で右アッパーあんまり打たないんですよ、はいはい、右アッパーから左フック、その得意な左フック返す、あるいはそのダブルトリプルの左フックに持っていくっていうパターンになると、はい、外は怖いですよね。第9ラウンド、そのあたりを披露してくれますか。と抱え込む体勢になってしまいました。ちょっと外が攻撃がやんでしまいました。逆にニュースが懸命に反撃に転じています。大きく前に上げたガードを揺さぶります。上下させます。外突っ込んでいきますがパンチは当たりませんでした。外です。また入っていきました。頭が当たりました。頭当たっています。まあ2人ともジャブのないボクシングですからね、はい、まあ、いきなりそのリオスの場合はもうワンツー叩きつけてきますし、外の場合は左フックですよね。ジャブを打つところでももう左フックきますよね。ミラパ、あーアッパー来た、止まりました、うん、構えています、狙っています。リオスも狙っています。外はそれを察知して入ってはいきませんでした。お互いにフェイントをかけます。リオスが離れました。ガード越え、やるフック、右外、やはり外の一発の威力があります。押し込んで右ラッパーだったんですが入りませんでした。24秒3秒、第9ラウンド、この試合はノンタイトル10回戦で行われています。まあ、相手がコーナーについてですね、外を見たその、まあ、印象なんですけどね、はい、なんかもう牛のような選手だなという印象ありましたね。もう下がらないし、グイ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 出てくると、頭下げてますしね、頭下げてですね、それで状態がっちりしてますしね、まあ、このラウンドは問題ないですよ。10対9外ですね。前ラウンド外はダウン取れるかなと思いましたけど、そうですね、十分疲れましたね。序盤ラッシュしたんですけどもね、倒してなかった場合はやっぱり、スタミナ十分消耗してますね。この試合は第4ラウンドに外がリオスからダウンを奪っています。このラウンドは出だしこのパンチあったんで、ダウン取れそうでしたけど ね。しかし取ることができませんでした。ご覧のようにアリーナサイドはぎっちり入っています。1万人を超えています観衆です。さあラストラウンドになりました。セサール外、メキシカン対それからアルゼンチンのカルロス・ディオス、両者の戦いです。フェザーウェイとフェザー級のノンタイトル10回戦ラストラウンド、ディオスにしましたら、ここまで来ましたらやっぱり倒すしかないでしょう。ボディブローから踏み込んでいきます。どちらが次なるタイトルへの挑戦権を獲得するんでしょうか。今のところこのままいきますとランキング上位のセサール外でありましょう。しかし逆転が起こるか。カルロス・ディオス、アルゼンチンからやってきています。海を越えましてメキシコに入りました。アルゼンチンのカルロス・ディオス、ここまでは押されています。ダウンを奪われました。ボディブローから2位、さすがに10ラウンド両方疲れてクリンチされると 両方とも手が出ない状態になりますね。そうですね、まあ、お互い力任せにですねハードパンチ振り合ってまして、
ラストラウンドですからね。はい、タイトルマッチのアンダーカードとしてこの挑戦者決定戦的な試合が組まれています。その試合もラストラウンド、ご覧のようにもう間もなく1分15秒切りました。ラストラウンド、このまま外が逃げ切るのか。フックは空振りです。リオスとすればですね、その外が常に左フック振ってくるんですが、あの左フックが空振りした瞬間を右ストレート持っていけばいいんですね。さあ最後逆転もあるのか。あと50秒あります。リオスが突き放した、クリッチに行きます。外苦しい、インサイドあります。右オーバーハンド振り回していきます。直撃一発、ね、一発おーとカウンターもらいましたが、ひるまないでいきます。カロスリオス、ちょっとバランス崩したせいもありますけど、今の左フック当たりましたね。それで今リオスのチャンスですね。もう一回いきます。さあリオス、なんとか距離を取って一発入れることができるか。外がクリンチしてますよ。一生懸命クリンチしてます、外が苦しそうです。あと20秒逃げ切れるか。右フック左、リオス最後のチャンスです。時間がありません。ラストラウンドはもう文句ないですよ。リオスですね、はい、10対9です。リオスのマッチョポーズ、しかしちょっと遅かったか。共にルイストに敗れました選手、外がここまで9連勝、リオスここまで4連勝、連勝を伸ばすのはどちらか。revisando la puntuación de los jueces、Judge Enrique Sotelo and Raymond Solis scored about 90. Correction, Alejandro Rochin and Raimundo Solis scored about 96, 93, both of them. Judge Enrique Sotelo scored about 96, 93. ですね。All in favor of the winner by unanimous decision, Cesar Soto.3人とも外の勝ちですね。3対0です。生き残ったのはセサール・ソトでした。2人が96-93ですね。それでもう1人が98-92、3者とも外の勝ちですね。はい、コブラ・ソトの勝ちですね。それでは試合結果を確認してみましょう。フェザー級の世界ランカー同士が激突したこの試合、勝ったのはメキシコのセサール・ソトでした。3対0の判定でリオスを下しまして、再び世界挑戦を強烈にアピールしました。